ソンニーニド・マノンクール・シャルル・ニコラシジ・スベル。ソンニーニド・マノンクールは、フランスの博物学者である。ルネビルに生まれた。父親は、ロレーヌ公国の教皇領の出身で、ポーランド王などに仕え、1756年に、爵位を得た人物である。ポンタムスソンの大学で学んだ後、ストラスブールで法律を学び、1768年に、法律家の資格を得た。 18歳の時に旅に対する思考から海軍の軍人となり1772年に海園ヌに向けて出発しギアナでは1773年10月から翌年の4月までリオネグロからペルーとの国境まで未知の土地を探検した彼の開いた経路を後にフランスの商業のためのルートとして役立ったソンニーには重要な博物学的知見と鳥類の コレクションを作り上げた。1775年11月からの6ヶ月間、博物誌を編集したビュフォンの要請でフランス東部のモンバールに留まり、外国の鳥類の図版を整備した。自然史委員会の技士、調査員に任命された。1777年4月、アフリカ大陸を北から南に探検するためにアタラント号でエジプトに旅立った。 この体験は実現しなかったが、トルコやエーゲ海の島々を経て帰国した。フランスで栽培すべきいくつかの植物を紹介し、1798年に、メモアール・シュール・ラ・カルチャー・イレ・アブンタジ・ジュシュー、ナベイ・デ・ラ・パニーを表した。1798年に旅行期、ボエッジ・ダンダ・オート・イバッセ・エイジプット、フェパール・オルドル・デ・エル、アンシャン・グーベル・ナマン、イ・コンテノン・デ・オブザベーションズ・デ・トゥース・ジョンラス、 1801年からボエチ・イエヌ・グレース・イエヌ・トゥルキを出版した。フランス革命時には政治的な活動を行うが、1793年に投獄された。政治活動から遠ざかり、故郷に戻るが、生活のためにパリに出て分泌業を目指した。特筆される仕事としては1799年から1808年までの期間を費やして、ビュフォンの 博物詩の改訂版を編集した。ビュフォンの初版が44巻であったのに対して、巨類の自然史や、芸類の自然史などが統合され、127巻の大著となった。1801年に、ピエール・アンドレラ・トレイユと共著で、爬虫類の自然史を出版し、これもソンニー2番の博物詩に加えられた。ソンニーには、植物の学名で命名者を示す場合に、 シャルル・ニコラ・シュジスベール、ソンニーニド・マノンクールを示すのに使われる。ありがとうございます。